こんにちは、ちーと申します。今回はですね、今プレイ中の別のゲーム、オーディンスフィアっていうゲームがあるんですが、そのゲームの中で素敵な喫茶店のレイアウトがあったので、それをハピパラで再現したいなと思っています。はい。で、オーディンスフィアでこの喫茶店を見た時から、いつかやりたいと思ってたので、ようやくですね。まずはレイアウト作りに入る前に実際のゲーム画面を見に行きましょう。はい。そしてこれがオーディンスフィアのゲーム画面なんですけれども、これは今プーカの地下街というところに来ています。で、ここにはお店が2つあるんですが、このお店の右側のお店ですね、ここに入っていくと、はい、うさぎの喫茶店、これが今回作りたいお店の内装になります。あ、ちょっとメニュー表でお店の様子がよく見えないので、ここでいろんな食べ物が注文できるんですが、とりあえずホットケーキで、はい、よろしいです。かしこまりました。これだとここ見やすいですね。どうですか、このお店の内装、すっごく素敵じゃないですか。お待たせいたしました。このお店がすごく好みなので、これを今回ハピパラで再現できたらいいかなと思っています。こう手前にね、薪ストーブがあったり、奥にちょっと食器棚とかがあったり、奥の方にちょっと螺旋階段があるのがちょっとネックで、ハッピパラで螺旋階段は表現できないんですが、全く同じ再現は難しいかもしれないけど、これをベースに、ベースというか参考に、こういうお部屋を、ルームを作りたいなと今回は思っています。店を出ます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これです。このお店を今回ハピパラで再現したいなと思っています。はい、それではハピパラに戻ります。はい、またハピパラに戻ってきました。それでは早速レイアウトを作っていきましょう。実際はすでに事前にレイアウトを作り込んでいて、その再現になります。まずはお部屋の広さですね。こちら幅はそのまま6マスで、奥行きだけ10マスに変更します。次は壁紙と床ですね。壁紙はこちら焦げ茶のホールの壁を使用します。そして奥にはアクセントで焦げ茶のヘリンボーンの壁、これを使用します。こんな感じになります。で、床はテラコッタタイルの床を使用します。こちら、はい。で、あとは家具を置いていくんですが、先ほどのゲーム画面、ほとんどの方は初めて見たんじゃないでしょうか。で、印象に残ってる場所や家具ってどこでしたか？私はやっぱりこう、周りを食器棚で囲まれてるっていうのがすごく新鮮でした。で、その食器棚を今回はカントリー家具で作っていこうと思います。はい、こちらですね。カントリーなカップボード。これで周りを囲うような感じで作れたらいいなと思っています。で、このカップボードだけだとどうしてもボリュームが足りなくて、先ほどのゲーム画面だとこう天井まで届きそうなくらいの食器棚だったので、その高さを補うために、こちらちょっと本棚で少しごまかしていこうと思います。これを後ろに置くことでちょっと高さ補っていこうかなと。で、その後ろにさらに、仕切り壁も設置します。こんな感じですね。で、これだけだとあまり囲まれてるっていう感じが出ないので、周りも囲っていきたいんですが、食器棚をあまり乱用するとどうしても狭くなってしまうので、食器棚ではなくてこちらの本棚、これをこうやって並べることでちょっとごまかしたいなと思ってます。はい、とりあえずこんな感じですね。で、あとは部屋の奥に螺旋階段があったと思うんですが、螺旋階段はちょっとどうしても難しかったので、代わりにこちら階段ダンスで、奥に階段があるよっていうように見せていこうかなと思ってます。で、この階段ダンスなんですけど、他の色だとどうしても取っ手とか細かい角のところとか金具が目立ちやすいんですが、焦げ茶だったらちょっと目立ちにくいかなと苦し紛れに置いてみようと思います。本当ならこの角度だったり
こういう後ろ向きだったりで使えたらよかったんですが、ゲーム画面の向きに忠実にこの向きで置こうと思います。ただちょっとどうしてもこれだとタンスの圧がすごいので、これをね少しごまかすために手前に柱を置いていきます。こんな感じですね。でまだちょっと違和感があるので、さらにパーテーションも置いて、これでちょっと奥に階段があるように見せつつも、ちょっとだけタンスっぽさを消せるんじゃないかなと思ってます。あとは喫茶店ということでテーブルと椅子ですね。テーブルはこのクロス付きラウンドテーブル L サイズを置いて、椅子はこのピーコックチェアを使います。はい、あとは床にラグを敷きたいので、このベージュのエレガントなラグ、これを敷いていきます。あとは手前側にお花が結構あったと思うので、それを表現するためにこのスタンドフラワーを置いていきます。ただちょっとこうやって置いただけだと少し違和感があるので、こう入り口にスタンドフラワーが置いてあるんだよっていうところを表現するために、この本棚とスタンドフラワーの間ですね、ちょっと一マス開けて、ここに柱をこうやって置いておきたいです。そうすることで空間がちょっと区切れたんじゃないかなと思います。でまだお花のボリュームが足りないので、左側に園芸ワゴンで、右側はちょっとお花も足したかったんですが、それ以上に薪ストーブ、これを置いておきます。やっぱり薪ストーブがねあったのが気になったのでこれもゲームに忠実に置いておきます。ただまだ全然お花のボリュームが足りないので、これは壁側ですね、壁掛け家具で補っていこうと思います。あ、壁にはこのウェディングな壁飾り、これを飾っていきます。ちょっと角度をつけつつ並べて、さらにスワッグ、これも足しておきます。で今左側を飾ったので、右側も同じように飾っていきます。はい、ちょっとボリューム不足はまだあるかもしれませんが、とりあえず一旦こんな感じで飾ってみました。次は天井ですね。天井に結構布がたくさんぶら下がっていたと思うので、それはこのドレープの白色で追加していこうと思います。はい、こんな感じですね。ドレープでこう食事する場所の周りをぐるっと囲ってみました。でさっきのゲーム画面だとこのドレープが黄色っぽい、黄色オレンジっぽい色味だったので、それは今回照明で調整していこうかなと思います。ライトでオレンジ色で明るさを、あまり明るくせずにこのくらいにして、ちょっと今ガイドがオフになってるので分かりづらいんですが、ガイドをオンにしますね。まあ、これが照明を使った時の色味です。ちょっと比較のためにライトを変えてみますが、何もない時はこれで、これは普通にライトをつけた時、そしてこれは白色のライトつけた時ですねで今回のはこれで、ちょっとだけなんか黄色っぽくなるの分かりますかね。で今回はこの照明を使っていこうと思います。でまた天井の続きなんですけど、ランプがあったので、そのランプはこちらモロッカンランプで表現していこうと思います。これを正面に1つ、そしてさらに左右に1つずつ、あとドレープが邪魔だったので少しずらしてランプの位置を優先して、こんな感じですね。これでだいぶゲーム画面に近づいてきたんじゃないかなと思います。あ、ちょっと上から見てたら柱が一マスずれてたので、これちょっと一個前に出します。そして最後はこのテーブルの上ですね。オーディンスフィア、とっても美味しそうな食べ物がたくさん出てくるので、それを少しでも表現したくて、先ほど頼んだものと同じくパンケーキ、これをテーブルに置いておきます。でさらにやっぱりちょっと私は飲み物がどうしても欲しくなっちゃうので、アイスレモンティーも一緒に置いておきます。であとは店員さんが、うさぎの店員さんがいたと思うんですが、その店員さんを表現するためにこちらうさぎのガーデンオブジェ、ピンク色のうさぎさんを手前に
そっと添えておきます。テーブルの位置が全体的に後ろになっちゃってるので少し調整して、はい、せっかくなのでお客様としてアザラクさんに座っていただけますか。はい、これで今回のハピパラのレイアウトが終了です。で、オーディンスフィアのウサギの喫茶店を再現したいと思って作ったレイアウトがこちらになります。いかがでしょうか。どうしてもこう天井まで届くような高い食器棚っていうのは足りなかったんですが、まあ、本棚を使ったり仕切り壁を使ったりしてある程度高さのボリュームを出しつつ入り口にお花を飾って雰囲気を出せたんじゃないかなと思っています。個人的にはいい感じに再現できたんじゃないかなと思ってます。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いできたら嬉しいです。